綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。なら遮影機を持っていきますか？まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ、そろそろ日が暮れ始めます。急がないと。ああ。行くか。氷上山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。大間が時に山に入ると、山は別の姿、本当の姿を見せる。入るのは自殺しようとする人だけですよ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか？一度試しておいた方がいいと思います。ああ。
辺りのようですね。ひそかさんがアルバムを見つけたのはこの部屋でしょうか。ああ、そう聞いている。土砂崩れの後、旅館の主人はこの建物の3階に移り住んだという噂もあります。そこで焼身自殺をしたとか、湖へ飛び降りたとか。よくある話だ。そうですね。それ以来3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂が。ルイ、すみません。Thank you.
ことでしょうか。旅館の主人はここに移り住んで。どうした？何かいるのか？覚えてないのか？とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。帰るぞ。